皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。ギタリストの吉住です。今日はですね、2019年、最初の動画ということなんですけども、ちょっとギターを持たないでできるですね、上達のためのギター上達のためのトピックをちょっとお話ししたいと思いますね。はい。ギター上達のためですね、昨年のビデオの中で、いろいろと握力のお話ししたりですとか、コードを抑えるためのこう、あれですね、軽力だとか重力だとか、割とかなりね、突っ込んだお話ししたビデオを何本か作ってアップさせていただいてるんですけども、今回はもうそのギターを使わないでできるということがちょっと一つミソでですね、というのは自分としてはざっくりとギターが上達しない原因というのは猫背にあるという結論なんですけども、その猫背をですねどう取るかといった時に、例えばそのジムに行くですとかヨガに行くですとかっていうのはお金かかりますよね。時間もかかるね。でそうするとやっぱりちょっとその猫背取るっていうことがだんだん億劫になってくるんですよね。で億劫になるっていうのも、これまた気持ちの持ち方がやっぱりその猫背を誘発するようなね、ものですけども、でも逆にね、どんなにこうね老若男女問わずですよね、働いてようがいまいがね、学生であろうが社会人であろうが、はい、男であろうが女であろうが、お金持ちだろうが貧乏人であろうがですね、人間24時間ね、もう変わりませんね。1日24時間というのは変わりませんので、その中で、お金を使わず、場所も使わず、いつでもできる何かこうね、エクササイズはないかなとちょっと考えましてですね、至ったのがですね、呼吸法ですね。はい。で、その呼吸法と言いますと、よく世間で言うのは、胸式呼吸、胸が膨らんでですね、胸が膨らんでへっこんでということで、呼吸しますね。で、腹式っていうのはそれがお腹に降りてきて、吸うとお腹が膨らんで、吐くとへっこんでというような感じになって、大体この2つがお話に上るんじゃないかなと思います。音楽も我々ギターで弾く音楽は基本的には西洋音楽なので、割と腹式呼吸というところで大体話が止まってしまうんですけども、私もいつもこうビデオでお話ししたり、生徒さんの場合はレッスンでずっとお話ししてますですね、古武術ですとか、中国憲法やなんかの業界ではですね、さらにですね、逆腹式呼吸というものをね、お話しするんですね。で、これ私も最初意味が分かりませんでね、逆ってなんだ、こう息を入れてるのにお腹がへこむ、息を吐いてるのにお腹が膨らむというですね、そういうのは大体説明なんですよね。理屈に合わないじゃないですかね、そもそもはね。どうやったらそうなるのかというものをいろいろ考えたりとかですね、あとやはり自分が追い求めてるのは中国憲法でも古武術でもなくて、やっぱギターの上達ですよね。なので、うまくそこのエッセンスだけいただいてですね、実際自分に役立ってるなと思う自分なりの逆腹式呼吸とちょっとこのビデオでお話ししたいと思いますね。はい。では吉住流の逆腹式呼吸なんですけども、どういうふうにするかというお話なんですけども、基本的にですね、鼻から吸って口から吐いてで、大体よく言う言われているですね、呼吸法で基本いいと思うんですね。鼻から吸って口から吐いて、でもちろんそのためには事前に姿勢を整えてなければいけませんので、その辺も以前のビデオなんかをちょっと参考にしていただければと思うんですけども、その鼻から吸って口から吐くという時にですね、逆腹式呼吸でちょっと意識していただきたいのが、胸でもなくお腹でもなく、さらにその下、この辺ですね、ちょうどビデオに映るか映らないか、おへその下あたりですね、おへその下、なんていうんですか、三寸とかよく言うんですかね、丹田とこう言われる場所があるんですね。言葉が難しければ、おへその下と覚えておいてください、下っ腹でもいいですね、もしくは普通腹筋って鍛える、イメージするところありますよね、それもさらに下だと思っていただければいいと思います。
で、まあ、私がこう、気にするのはですね、まあ、ここに鼻がありますよね。体の上の方です。頭の中についてます。で、この丹田の場所ですね、へそ下のところにですね、もう一つ鼻がついてると思ってください。これがね、私なりの逆腹式呼吸のイメージ方法ですね。はい。で、こう息をするのはもちろん上の鼻からですね、ここに穴開いてませんので、はい、鼻から吸うんですけども、その時にですね、そのこのへそ下にある第二の、まあ、下層の鼻ですよね、お鼻がそこからこう空気を取り入れてくるような感じで上に上がっていきます。で、今度は逆にですね、息を吐きますっていった時にはそれがこうだんだんこう下がって、またその下からこう出ていくような感じのイメージを持ちます。はい。で、この丹田から出て入っていっても何かってお話ししてくる、してみますとですね、まあ、例えば気功の先生なんかあったら気だってお話しすると思うんですよね。まあ、実際気と考えてもらってもいいのかもしれませんけども、まあ、自分の場合はですね、やっぱりそのこう体そのものをですね、こう背骨やな、まあ、骨盤から背骨やなんかを一とりぐーっとこう波のようにこう動かすような動きになってくれるので、まあ、この体の中、もう本当中心部をぐーっと動いた時のですね、まあ、力のこの移動、まあ、これをまあ私の場合は気じゃないかなと、まあ、私が思うところ気なんですけども、を感じるというような形ですね。はい。ですからこう、何をしているかと言いますと、この実際この丹田という場所なんですけども、この頭のてっぺんからつま先まで、全身の、一応重心の位置なんですね。重心というのはあの重さがちょうど二分されるということなんですけども、ちょうどそれがこのへそ下の丹田と言われているあたりなんです。ですのでここを意識して、ここからこううーっとこう動かしていきますね。体の中で何が行われているのかよく分かりません。でもこの動きでですね、実際ちょっとカメラで映りますかね、体のこの体幹にですね、縦の動きが出てくるんですね。はい。で、今私実際呼吸の前に一回まずこう体の流れを作ってますね。両手でですね、この下っ腹、その丹田を押してるのがお分かりになりますかね。最初ね、出だしはこんな感じで考えてもらうとですね、逆腹式呼吸ってあまり難しく考えてもらわないで、こうぐーっと下っ腹を押して、そのままぐーっとね、その波がぐーっと上に上がってくる感じです。はい。いいでしょうか。で、これが第一弾ですね。はい。丹田を、まあ、ちょっとこう意識して、今はこうね押しましたけど、もちろん慣れてきた手なんかなくても、ずっとね、気が下から上に上って、また下から上に上から下にこう出ていくような、感じっていうのをね、体感していただけると思うんですけども、一応そのまだその何て言うんですかね、その、空気ですね、呼吸で入れた空気と、あとまあ 下からこう力がこう上がってきて降りていってという感覚が分からないうちは、ちょっとその、実際この丹田をね手で押してみて、そのちょっとその力の波がこう体の中を通っていくかのようなね、ものをちょっと感じていただきたいと思うんですよね。はい。で、今丹田をこう内側にこう押してという形で、力の波をこうまず作ってるわけなんですけども、体が硬い、まあ、ちょっと氷の生徒さんなんかですと、これでもね、ただこう押してだけで終わっちゃうんですね。なかなかこうその力の波、気の流れが上まで上ってこないんですね。で、次にちょっと一つ、重要な場所がありまして、まあ、体全身のこう重心が丹田とするならば、腰から上ですね、頭のてっぺんまで上半身の重心位置っていうのもちょっと知っておいた方がいいですね。これはどこかと言いますと、まあ、みぞおちのあたりから少し上の、まあ、これちょうど胸骨でも言いますかね、はい、この辺のあたりに、上半身の、重心位置が来てます。はい。で、ここをですね、やはり、まあ、どちらでもいいです、手の方は気持ちいいと思う触り方をしてください。ちょうどみぞおちっていうのはこのへこみがあるところですのでね、まあ、胸の下ですね、ここにちょうどこの手のひら、中指のちょうどね、出っ張ってるあたりをちょうどこう合わせてみられたらいかがでしょうか。で、これでですね、上に上げて力抜いて落として、上に上げて落としてあげる、上に上げて落としてあげるというのをちょっとねやってみていただくと、
その上半身全身が動くっていう感じがだんだん分かってくるんじゃないかなと思います。はい。でこれ今その丹田と、こちらの、溝落ちのところですよね、これを今別個にやりましたけど、同時にやっていくと、こういうふうに、これもどちらの指でも手でも結構です。はい。片手が丹田、片手が溝落ちということでね、最初下を押して、これがこの後溝落ちを上げていくとね、ぐーっていくわけですね。丹田を押して溝落ちを上げてリラックス、丹田を押して溝落ちを上に上げてリラックス。はい。でこの丹田を押してというタイミングがですね、これ逆式呼吸のこの吸うというタイミングになります。ですのでこの文字通りお腹を押してますから、お腹がへっこんでいるという状態になりますね。息を鼻から吸ってるんですけども、お腹はへこむという状態になります。ちょっとやってみますね。吸います。で今度吐きますといった時には、逆にこのリラックスですから水落ちが下がる、で丹田が緩んでこう前の方に行く感じですね。お腹がへこむということになります。お分かりになりましたでしょうか。一応これで逆式になりました。はい。息を吸うときはお腹がへこむ、ね、で息を吐くときにはリラックス、水落ちが下がって丹田が前に出ていく感じですね。下っ腹がこう前に出ていく感じですね。これね、なぜこの逆式呼吸っていうのをお話しすると今回したかというとですね、昨年のビデオで割と手のお話をすることが多かったと思うんですけども、両手、ギターではあまり話に上ることないんですけども、両足、これはですね、私の持論の中ではですね、こうねじりで使っていくっていうのが一つちょっと、セオリーがありましてですね、その手先、腕、手先をこうねじりで使っていくときにですね、体幹はどうしてればいいんだって話になるんですけども、この体幹をね、使っていきましょうといったときに、やはりその体幹が硬くなっちゃってる人が多いんですね。私もそうでした。はい。で、それでその、体幹をどうやって柔らかくするかっていったときに、ストレッチに通ってもらってもいいんですけど、やっぱそれね、時間かかるんですよ、やっぱりね。お金もかかるかもしれないし、場所もいるかもしれない。でもこの、呼吸をすることによって体幹そのものをですね、こう実際こう、柔らかく、で特にこの縦の動きが非常に私大事だと思ってるんですね。体幹の縦の動きって非常に大事だと思います。まずこれができないと、ちょっとその、肩から腕、指先に向かっていくこうしなやかさみたいなものがちょっと生まれてこないので、この、体幹の縦の柔らかさ、これをちょっとどうするかという、考えがずっと何年もありましてですね、最近やっとこの逆腹式呼吸という、やり方をですね、ポロッと言いましたね、見つけまして、これが大体機能してきてるんですね。自分に対してもそうですし、生徒さんに対しても機能してます。ですので、ちょっとね、やはりギターこうなかなかうまくならない、猫背が改善しないという方なんですね、もしよろしかったらちょっとこの逆腹式呼吸ってですね、ちょっと中国憲法の先生に習えば全然違うよって言われるかもしれませんけど、ギターを弾く分にはもう十分な柔らかさが手に入りますのでね、ちょっとぜひこういうふうにギターを弾いてない時に練習できますので、もしよろしかったら試してみてください。くれぐれもね、体に無理のない範囲でぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。